なまら食堂。なまら食堂っていうのが出てる。ジャムハウスとかで調べたら多分出てくると思うんですけど、上馬っていうところです。世田谷の上馬。オーナーが DJ 福から。そこでライブがあったりとかもする。ライブやったりする。その居酒屋スペースで呼んで、投げ銭で大体やって、なんかクリスタルボールとか、抗菌とかのライブとか、やってますか。はい、そういうのもやったりして、なかなか心地よい空間。何人ぐらいで住んでたんですか。11人ですね。あ、そっか、言ってたね、11人。それはもうみんな方々に旅行行く人たちでしょう。方々に旅行行ったりしてね、あのいろんなとこ行ってね、で帰ってきて、とかゲストハウスも兼ねてやから。あ、そっかそっか。でもなかなか居心地がいいから、みんな結構長期でいるんですよ。一人はね、そっか、へえ、面白いな。